歌の歌詞お絵かきクイズ、イエーイ、せーの、フォリッシュ。はい、ということでね、本日の企画なんですけども、まあ、僕たち、まあ、お絵かきが、まあ、好きなわけじゃないですか。まあ好きっすね。好きじゃないですか。でも歌も好きじゃないですか。歌めっちゃ大好きです。歌好きですか。ん、歌も好きですよね。うん。まあそうじゃない人もいるかもしれないですけどもう今回はね、その2つを絡めた企画となっております。ってことで、じゃあ蓮尾さんに企画の内容を説明します。ゲームマスター。はい、メンバーの1人に3分間で歌の歌詞を絵で表現してもらい、残りの2人には絵で表現した歌詞の曲名を当ててもらいます。はい、回答権は1問につき1回です。はい、で一応カラオケランキングを参考にお題を4問用意いたしました。はい、で順番はですね、あのナイキ K リョーナ、ナイキでいきましょう。ほんとナイキ K リョーナ、そんな悩むことないでしょ。ナイキ K リョーナ、ナイキ、はい、いいですかね。じゃあ準備しますか。じゃあ準備しましょう。はい、それではやりますやりますフォニッシュ。いいですか。じゃあいいですよ。じゃあいきますよ。いいですよ。もう簡単すぎて書くことそんな少なかった。じゃん。はい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 、わ、はい、かりやすい。これはわかる。え、でもこれ曲名マジわからんかも。え、いや、わかる。何の歌かわかるんだけど。あ、確かに曲名って意外とわかんない。曲名わかりづらいかもしれない。いいですか。オッケーです。じゃあ、僕の回答はこちらです。はい、小猫さん。じゃあ俺いきますか。迷子の迷子の小猫ちゃんです。2個来たよ、迷子の。え、それ答えは、答えは、どうぞ。犬のおまわりさん。そっちなんだ。そっちなんだ。犬側だね。あー、0点だ、0点。クソ、誰がよ。うわ、ガチか。あー、犬のおまわりさんね、なんかそういえばしっくりくるわ。迷子の小猫さんってなんか子猫さんはおかしい。子猫、迷子の前に子猫ちゃんの。あ、そっか。フォニッシュ。はい、ケイです。はい、おお。いいですか。なるほどね。どうぞ。まあ歌詞はね、むずいね。よーい、スタート。いや、何が来るか迷うわ。迷う。迷うとかじゃなくてね。お、お、おしまい。おお、これむずいな。頑張った方です。よかったです。じゃあ僕が描いた絵を見せていこうと思います。なんで僕が描いた絵を見せていこうと思います。見せてください。どうぞ。こちらです。すごい、なんか鉄拳の絵みたいな。あ、わかるかもしれない。ちょっと頑張ってください。あ、わかったわかった。多分でもね、恋愛系っていうのはわかる。誰でもわかんで。あ、わかんない。わかんない。これでうっせぇわ出てくるかもしれない。だとしたらめっちゃ下手じゃん。マスター、これか。じゃあいいですか。はいはい、お願いします。はい、オープン。あ、そっちか。奇跡。はいはい、もう書いたよ。いきますか。まあ、どっちかわかりませんよ。こちらです。レモン。あー、なるほどね。答えは奇跡です。奇跡かよ。これこだわったとこちょっと説明させてよ。俺はまず二人寄り添って歩いて、とわっていうのはこの三つちょっと結構補足してんのよ。とわだから永遠にみたいな。とわの愛を形にして、いつまでも君の横で笑ってたくてです。君の横で笑ってる。そう、なるほどね。っていうのをうまいうまい意識しました。いや、レモンではない気がする。レモンではない。なんだろうね、クリスティレモン描くよ俺は。確かにレモン出たらレモン。奇跡か。以上です。じゃあナイキ何ポイントですかこれ。1ポイント。1ポイント。フォニッシュ。こいつなんだよ。はい、五色チャンネルへようこそ。はいはいはい、早くしろ皆さん。早くかけ。あ、待って待って、じゃあ一回見ていい。いいよ、早くしろ。カチャ、早くかけ、早くかけ、早くかけ。もう遅いんだよ。遅いんだよ。あ、調べていいよ。ビヨンビヨンビヨン。あ、煽りやば。もう書いちゃうか。なんでで。そうね。見てから書いてる。さすがに。僕が書いた絵はこちらです。じゃん。見え見え。何それ。え？あ、発想わかるよこれ。え？お、俺何の曲名あげたっけ。お前ですらわかんなくなっちゃう。それは
そのサビ、サビだね。こいつの存在だけ教えていい？この指差してる存在。いいよ。こいつの存在はあなた。あなた。そんなわかんない？それさ、こいつらの読解力の問題なのかな。同じの煽ってくんだよ、マジ。じゃあそれとも俺の絵の問題か。リーダーだろうけど殺すんだよ。だろうけど。じゃなかったとしてもダメとかや。目の中に人がいるよね。目の中に人がいる。超入り方えぐいんだよね。なんかまぶたの裏に映るみたいな。なんかそれっぽくね。そういう感じかなと思ったんだけど。あ、なんかいいのか、いい感じ来てるわ。ちょっとまぶたの裏はお前強いわ。そんな感じの歌詞あった気がする。あっ、来たかもしれん。早くかけ。全然わからん。犬みたいじゃん、これ。最後照らし合わせるわ。じゃあ、答えをどうぞ。確実。おぉ、いきます。3月9日。おぉ、じゃあ答え言っていいですか。いいですよ。こちら、答え3月9日です。お前のまぶたでかかったわ。まぶただっけ。瞳を、まあ、閉じていいんだけど、閉じればあなたがまぶたの裏にいることでどれほど強くなれたでしょう。このハテナはどれだけ強くなれたんでしょうって思ってるハテナって。いや、理解してもわかんねえ。わかるでしょ。いや、それわかっても曲名わかんなかった。フォニッシュ。僕のくるみです。これ食べてどうするんですか。おもくらみくるみです。お前適当に喋んねん。あ、てかさ、ハモろうぜ。じゃ即興でハモってみたって。なんで言うんですか。有名なやつでしょ。歌詞わかるんですか。じゃあタラララダーオダー。絶対むずいやつきた。じゃあ俺だね。あの日の悲しみさえ、あの日の悲しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に。行きましょう。お前はあなたと共にだろ。共に。キモ、この歌。やばい、絶対著作権引っかからない歌い方したから。お前、次歌え。お前、くるみのハエランついてる。サヘラントロプスチャレンジ。チャンネル登録、高評価ボタンよろしく。オッケー、起きたぜ。終了。ガン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 。結果発表。じゃじゃん。やばい。なんだ。わかんねえな、それなんだ。うわ、ちょっと待ってよ。でもないよ。これあんま考えない方がいい。考えない。一応ね、余計なものが腐る。違う、余計ではないんだけど、うん、分かった時にこれで確定要素になるかもな。え、これはちなみにサビの部分かな。これはサビと、うん、サビの直前。蹴られてんの。蹴るは絶対キーワード、うん、違う。え、違うの。あの、蹴るっていう言い方じゃない方がいいと。あー、じゃあボコス的なの。まあ、そんな感じだよ。俺にはさ、こっちのあれが醤油に見えるの。いや、俺も醤油に見える。確定要素。あ、この表情も大事だな、ちょっとだけ。いや、絶妙すぎんで、その表情。何それ。まあ、真顔なんだな。あ、じゃあもう最後ヒント、これ。この人から見たこの子は君です。待って、これめっちゃ分かりづらくね。分かりづらい。分かりづらいよ。ガチでうんすぎるな、これ。じゃあ、あと1個。そうね、あと1個だけヒント。バレない程度のヒントを1個ください。この2人は、元恋人。あ、うん、かかった。分かりそうな。いいヒントだと思う。ここら辺まで来てる。じゃあ、出ちゃう。じゃあ、鼻まで言ってんだな、口から出しちゃう。確かに、鼻から出しちゃダメか。じゃあ、それ行きましょう。時間がないですよ。そうか、ちょっともう俺には分かんなかったよ。どうぞ。それではどうする。俺から行くか。ケイの回答いきます。ケイ君からどうぞ。暗いベビー。あ、どうしよう。最近。なるほどね。でもお前外れかけた。もう誰も分かんない。じゃあ僕行きます。こちらです。君がよ。え、ちなみにお前はなんで。暗いベビーでしょ。ほんとにこれ無理やりなんだけど。何度も青あざだらけで涙を流して流して
のかわかんないけど、そこだけ確かにちょっと君が代はないだろ。君が代って何、ボケたお前。いや、ボケてない、ボケてないもん。じゃあ、どう解釈した。君しか会ってない。君しか会わない。君しか会わないけど、そうそうそう、何も出なかった。君が代しかないかな。でも正解言っちゃうよ。いいよ。そうね、最終問題の正解は香水です。あーい、え、なるほど。ちょ、解説お願いします。解説はね、香水かよそれ。あ、あれ香水なのかじゃん。香水これ。もっと香水っぽいのかけよ。香水は。え、その横で蹴ってるやつは。いや、これ人を傷つけて、傷つけて、また泣かせても何も感じ取れてないよとか。ああ。で、求めてないからそっぽ向いてて、これは香水の匂い。ゴチハンバーガー関係ねえよ。何？エイトハンバーガー屋さんだったじゃん。いや、むずらいよ。なんか考えないで。豆知識すぎるな。それは考えないでって言ったから。うわ、確かにそう言われればそうだ。醤油。醤油じゃん。発想作。もう書いておきます。俺こんな感じ。香水。こんな感じ。香水。前それなんか、アルコールランプじゃね。アルコール。発想。あーキャップ、た、醤油。醤油書いたんだ。どれがあるっぽい、香水っぽい、一番ナイキ。おお、発想な。発想かな。